どうも、全国の読書家の皆さん、こんにちは、宮野です。今回はですね、まあ、ちょっと僕自身楽しみにしてたんですけど、友人に物語を書いてもらって、それを読んでいこうというね、企画でございます。はい。まあ、数日前にですね、友人3人に、ちょっと物語を書いてくれへんかと。まあ、エッセイみたいなね、起承転結のある、まあ、短い短編物語みたいなのを書いてくださいと、言いまして、ふーんとかやめてくれへん。なんでそんなこと言うの？絶対入ってへんって。絶対入ってへんって。ちょい、偉いベラベラなんか説明してたから俺入りにくいな思って悩むです、思って。ちょっと、おー、強気やな。俺強気やで。強気やで。まあね、そういう感じで、書いてもらったので、まあ、それをね、見ていこうと思います。一人目。いや、楽しみですね。はい。キャヌエ、ね。キャヌエ。キャヌエです。キャヌエです、はい。キャヌエというのはね、僕の渡辺のね、養成所通ってた時の同期でございます。はい。あ、でも別にこれ面白いとかじゃないよね。そうそうそう、面白いとかね、うん、そんなんじゃない。ボケてとは言ってないもん、ね。言ってない。真剣に書いてほしい。真剣にいい物語を聞かせてっていう。だからガチでいい物語な可能性あるもん、ね。あるある。オッケーオッケー。じゃあね、いきます。はい。タイトル。はい。ナージャと不思議な冒険。楽しみやな、これ。はい。いいですね。いいですね。はい。ある王国に、わんぱくな王女がいました。王女の名前は、ナージャ。うん。ナージャは、近くの森へ遊びに行くのが大好き。森には、リスの友達、ティニーがいる。キー。ティニー。ティニーが、呼びづらティニー。リスやね。ティニー。ティニー。呼びづら。いるので、毎日遊びに行っていました。うん。お城に戻ると、いつも、森は危険だってお父様に言われるのよね。もう、私は子供じゃないのよ。そうよね、ティニー。なんついてきてんねん。あなたにはわからないか。今日はもう、お城に戻るね。じゃあまたね。ちょっと待って。一気にリス差別やん。こういう世界の物語ってさ、対等じゃないの。喋れる生き物が多いな。対等じゃないの。ちゃんとティニーのこと下に見てるやん。ちゃんとティニー。あ、そうなの。そう。と、お城へ帰ろうとしたとき、青く光る蝶が美しく見とれてしまい、蝶の行く方向へとついていきました。ああ、よくないね。よくないの。いや、それだって危険やねんから、森は。ああ、まあでも、綺麗すぎてね。綺麗すぎてね。わあ、綺麗だわ。蝶は、見たこともない道をぐんぐん進んでいきます。ええな。ナージャも、必死に後を追い。そういや、ナージャやったな。ティニーに支配されてる。ティニーに支配されてる。そういや、ナージャやったな。ナージャも、必死に後を追い、森の奥へと行きました。うわあ！お。ナージャは転んでしまい、怪我をしました。チュンチュンチュン。ティニー、ついてきてたのね。あ、そうやったんだ。心配やから。チュンチュンチュンってなんなの？ティニーのリスの鳴き声ちゃう？リスの鳴き声。チュンチュンチュンって言って。ああ、なるほどね。ティニー。はいはい、あ、ついてきてたの、ね、ついてきてた。でもすごいいいな。なあ。すごい。ティニー、ついてきてたのね。ありがとう。チュン。だから、喋る世界線って書くんじゃないの、こういうの。ほんまにリスやな。ほんで、チュンか？リスの鳴き声って。まあ、チュン。チュン。蝶は、ナージャを待つかのように飛んでいました。立ち上がり、蝶を追いましたが、倒れてしまいました。目を覚ますと、そこには、青く輝く木や花があり、とても美しい、いつもとは違う森でした。ちょっと待って。もしかしてやけどさ、うん、一発目転んだんてさ、うん、ティニー出すためだけの描写。いやだめ。書いてるとか思いついたの。まだわからん。まだわからん。まだ繋がってくるかわからん。今んとこティニー出すためだけの描写って説明。いつもとは違う森でした。うん。わーお、綺麗。チュンチュンチュン。ああ、ティニーね。ティニー。目が覚めたのね。え？木の奥から美しい声が聞こえました。おお。わ、私ナージャ。しょっぱなすぎるやろ。急に自分から名乗らんやろ。誰とかじゃないの。私ナージャ。そんなんある。まあまあまあ。私ナージャ、光る蝶を追いかけて転んでここにいたわ。うん、あなたが助けてくれたの？
私は、ルイムアよ。だから、お互い名乗り合うのなんやねん。まずは質問に答えろよ。あんたが助けてくれたのって。全員名乗りたい世界線なんやねん。なんで本音なんてルイ私は、ルイムア。呼びにくい。ルイムアよ。ルイムア。うん、そうよ。何も聞いてどっちな、いや違う、ルイムアが。私は、ルイムアよ。そうよ。ありがとう、ルイムア。チュン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 。この子は、リス友達、ティニー。リス友達ってね。あ、てかあれか、そうよはあれか、助けてくれたのに対して、ね。ああ、そうかも、ね。答えてんのかね、うん。なるほど。なるほどね。二人は仲良しなのね。素敵ね。元気でよかったわ。もう行くわね。ルイムは、悲しそうなら、声でそう言い、背を向け、立ち去ろうとしました。なんで悲しそうなの？悲しそうな顔で。なんでだろう。ルイムは、待ってよ。どこに行くの？うん。何かあるなら、今度は私が助けたい。なるほど。うん。なるほど。ナージャ、ルイムアは、ナージャを案内しました。あもう待ってたんや。なるほど、なるほど。ルイムアは。ルイムア困ってるんや。そうや。なるほど。着いた場所には、枯れた木があり、そのあたり一面、植物がなく、荒れ果てていました。なるほど。ほう。どんどん広がっているの、この木を助けるには、遥か遠い神秘の泉の水が必要なの。ちょっと待って、長編かこれ。ナージャは、この枯れた木を生き返らせるために、ルイムアとティニと泉に向かって旅に出ました。ルイムアだけで行けへんかったんかいな。いや、それは物語を読んでからの楽しみです。すいません、すいません。ちょっとごめんなさい。ごめんなさい。これあるんですか？最後のボンクラですよ。ボンクラですよ。道の途中、巨人が道を塞いで寝ていました。ああ。これでは通れません。そうやな。ナージャが思いつきました。巨人をくすぐって動かしてみよう。声かけて起こせよ。かわいいな。声かけて起こしや。一回試さな。うん、一回試して起きるかどうかわからねえから。そうやな。そして、巨人をくすぐると、見事に動き、通れるスペースができたので、通ることができました。巨人の描写全然あらへん。その、わははとかさ、その動きが全然ないの。たという。結果だけ。ナージャさすがだわ、ありがとう。今度は谷橋が崩れていました。うん。旅ってうまくいかないな。でも、それが旅っぽくていいね。まだ序盤やろ。まだスタートしてそんなに立てる。二人で笑い合いました。ああ。今度はルイムアが思いつきました。おお、なるほど。橋を架ければいいのよね。うん。ルイムアは雨乞いをしました。ほう。すると、なるほど。一瞬、雨が降り。一瞬雨が降り。虹がかかりました。おい、めちゃくちゃ素敵やんか。何これ。めっちゃええやん。めっちゃええやん。すげえ。すげえ素敵やん。すごいな。えぐ。虹の橋を渡り、谷を渡ることができました。わー。すごいね。すげえな。ようやく泉に着きました。うん。そこは神秘な場所でした。想像もできないような景色。これを見れたのはルイムアのおかげだよ。本当にありがとう。ナージャ、ありがとう。ここに来れたのは、ナージャのおかげよ。そうなのかな。ないよね。どうしましょうか。ないよね。二人は、肝心の水を入れるものを忘れてしまったのです。なるほど、そういうこと。なるほどね。なるほどね。そういう、なるほどね。ないよな。ないよね。あ、なるほど、なるほど。どうしようって。なるほど、なるほど。なるほどね。神秘の泉の水がなければ、木が枯れてしまいます。チュン！お前ええわ。ティニが自信げに泣きました。おー、なるほど。するとティニは、水を、頬袋いっぱいに入れました。はぁ。ティニ、すごいよ！二人は大喜びしました。なるほど。ティニのおかげで水が運べる。本当にありがとう。そして、みんなで森に帰ってきて、ティニが運んだ水のおかげで、植物も息を吹き返し、また美しい森になったのでした。終わり。すごい。すげえ。すごくいいな。マジでいい。めっちゃいいやんこれ。すごいな。すごいな。ほんまに。めっちゃ良かったな。ティニ、ナージャ、ルイムは。ちゃん
やっぱクリエイターですね。いや、クリエイターですね。ちゃんとやっぱ3人さ、うん、キャラがあって、うん、役割があってね、ポイントで働いてね。キャヌエというね、はい、お友達です。ありがとうございます。ありがとうございます。